久保ささん今日も入金されたみたみいいいじゃなでですすかおめでとうございます、まあ、僕の場合はですね、えー、振り込み、振り込みます詐欺ですね。振り込みます詐欺。あの僕の場合は、久保さんのまだポジショニングまで行ってないんで、頑張らないといけないんですけど、まだ振り込,ま振り込みます詐欺に合いますね。うん、でも、振り込みます詐欺に合っても、なんで僕が生き残っていけるのかっていうと、 他に、他の人に振り込んでいただいてるっていう <laughs>。まあ、今回の動画のまとめなんですけど、なんか、ダメだったら次が、次、次っていう <laughs>。もうすぐ切り返しますね、僕の場合は。ダメだったらもう次の人に売る。うん。なんか、あの、執着しないですね。うん。なんでまあ、あ結構これ大事だと思うんですよね。なんかその、ダメだったら次。うん、ダメだったら次。 ダメだったら次、ダメだったら次をやればいいだけなんで。だけど多くの人って、ダメだった場合、あ、なんでダメなんだ。もちろんそこのダメな理由を考えて、うん考える、考察する、次の、えー、ものに生かす。それは OK なんだけど、これがダメで、あ、やっぱ俺ダメなんだ、みたいな。前に進めないみたいなね。だから、もちろんそこから学ぶところももちろんあります。あるんだけど、結局学んでもやらなきゃ意味ないんで、 何のお金にもなんないですよ。投げてても、あのあ、振り込みますって言われたのに、ふ振り込まれないな。ああ、ダメだな。俺な、俺ってやっぱダメなんだなって言ったところで、一円にもなんないんで、もうひたすら前に進むっていうね。全身あるのみですね、僕の場合は。全身あるのみです。で、最近はね、だいぶなくなってきましたけどね。まあ、こんだけやっぱやってるんで。うん、だからまだ、久保さんのポジショニングに行くために、まだ、まだまだ修行は必要だなっていうところで、 まあ僕も表に出て、ね、鹿児島独立してまだ4年生なんで、まあ、久保さん8年じゃないですか。2倍やってるんで、僕の。あと4年、でもあと4年やったらね、多分久保さんのポジショニングまではいけると思うんですよね。だから合計8年でしょ。まあ10年ぐらいやったら、ずっとこれやっとけば、まあ本当に、あの、本当の人しか入らないと思うんで。うん。まあそんな感じですね。はい。いってらっしゃい。